はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあついに来ましたね皆さん、ガーディアンキマイラという最強モンスター。いやこれはね、いろんな融合テーマをね救ってくれる最強モンスターになっているんですよ。ぜひね1枚は最低限皆さんゲットしていただければと思うんですが、まあ効果どういう効果を持ってるか、カード名が異なるモンスター ×3 で作れるよと。まあ意外と緩いですね。ただあの融合召喚、の条件があって、手札と自分のフィールドのモンスターのみをそれぞれ1体以上、スライドしないと出せません。まあ、つまり、手札のモンスター1枚と、場の2枚とか、場の1枚と手札2枚とかっていう組み合わせじゃないと出せませんっていう、まあ、そういう条件になっています。でこのカードが魔法カードの効果で融合召喚に成功した場合、まあ、普通の融合とか、まあ、今回入っている赤の楽園であるとか大融合であるとか、あと楽園劇場ディスピアであるとか、いろいろあるんですけども、まあ、そういう魔法カードの効果で融合召喚に成功すると、手札で融合スライドしたカードの数だけ自分はデッキからドローすると。でさらにフィールドで融合スライドした数だけ相手のカードを破壊する。まあ、破壊してドローする効果を持ってるんで、めちゃくちゃ強いんですよこれ。ただし、魔法カードでしか出さない、魔法カード出さないといけないから、まあ、例えばアナコンダであるとか、あのモンスター効果で融合するみたいな、そういうモンスターで出しても意味がないっていう感じですね。で、自分の墓地に融合が存在する限り、このカードは相手の効果が対象にならないっていう効果もあるんで、基本的にはこの普通の融合が、デッキに入るテーマと相性がいいんですよこいつは。で今回はもう、デスピア、デスピアのギミックと、あと、エッジインプを組み込ましまして、これ何かっていうと、このデストイパッチワークっていうぶっ壊れカードが使えるんですよね。これエッジインプと融合テーマに加えるっていう効果が、まあ、あって、これ1枚が2枚になるカードなんで、まあ、これが一番強いと思ってるんですよ僕、融合テーマの中で。このカードが一番強いと思ってて、だからこれを使える、まあ、デッキであれば何でも強い。だからまあこれ今後ね、ファーニュアルデッキとかにもこれ挿して動画にしようと思ってるんだけども、今回はデスピアで、デスピアは何がいいかっていうと、まずそもそもエッジインプを入れとけば融合が墓地を送れるから、こいつが出た瞬間に効果の対象にならないっていう効果あるから、無限効用とかも効かないし、エフェクトベーラーとかね、あっち系の効果も効かないで、相手のカードを破壊しながらドローするっていう効果をあんま発動できる。でさらに赤の楽園っていうカードがありまして、これは、デスピアの同期アレベルとかからサーチできるんだけど、これ融合モンスターを魔法カードのことで融合できるんですよ。でしかも墓地のカードを回収しながら出せる。だからこのガーディアンキマイラを赤の楽園で、出していくことによって、相手ターンにガーディアンキマイラの効果を使えるんですよね。これがめちゃくちゃ強いです。はい。で、まあ、あとは、ギミック的にはデスピアと、エッジインプ以外にデステニーヒーローのギミックをぶち込んでまして、ディアボリック、ダッシュとディナイアルですね。まあ、ディナイアルのところはね、ちょっとまあディバインと迷ってるんだけど、やっぱ結局その2回デストロイを出すことができるから、結構ディナイアル強いと思ってます。はい。で、普通にデッドリー以外をね、デスピアンとかから出して、まあ、展開伸ばしたりとかすることもできるんで、ここね、多分ね、対戦中なんか、ディバインになってることもあるかもしれないけど、まあ、最終的にはディナイアルでいいやってなって、ディナイアルにしました。はい。早速ですね、このガーディアンキマイラの、強さ、お見合いしていきましょう、皆さんにも。言える。スタンバイ。ついにデスピア界の至宝、ガーディアンキマイラさんがね、来てくれたんでね、さすがに強いですよ、これは。やっぱガーディアンキマイラがね、来たことによってね、まあ、相当対応力が上がりましたね。相手の妨害を踏みに行くっていうこともできるし、デュアルコントラクションもいいよ。相手の妨害を踏みに行くっていうこともできるし、相手の、盤面を崩壊させることもできるし、いや、本当ガーディアンキマイラ最強。まあ、やっぱガーディアンキマイラでも自分のターンで出すよりも相手のターンで出した方が強いと思うんですよ。なので基本的には、赤の楽園とかいう速攻魔法が最強なんで、これゼアルサーバーソープステージは1回これこうですね、こうですね、増殖ステージ打っといて、で、これ通んなかったらマジで負け。これ通んないと返せない、絶対に。この手数は通る、通るんだよね。オッケーオッケー、通る、オッケー。これあれなんだよな、ガーディアンキャイラってめっちゃ強いんですよ、効果はね。破壊とドローが含まれているクソ最強融合モンスターだからめっちゃ強いんだけど、ただ残念なのはあれなわけですよ。自分のターンで出すとやっぱ止められちゃうかもしれないと。相手の盤面を妨害することができれば強いわけじゃないですか。だから相手のターンで融合するテーマが多分強くて、で超融合では出せないわけだから、何で出せばいいかと。これが赤の楽園なんですよね。うん。でもちろんね、相手の盤面が弱きはさ、ガーディアンキマイラ出して相手の盤面完全崩壊とかできるけど、で、ライオンホープで OK。でこれでペガサスツインセーバー装備して最低限エンドみたいな感じかな。はい、 OK。 で1枚ドロー。 OK、 アルベル来た。
いや手数、あ、まあ、あの融合テーマなんで手札の数だけ強くなるんで、まあ、どれだけ展開してくるか分かりませんが、これ止まりか。でも多分なライオホープレイの効果によってペガサスツインセーバー装備して一応モンスター効果2回無効みたいな感じの盤面になるんじゃないでしょうか。でセット、あ、セット怖えな。オッケー。でとりあえずですね、トラップ、魔法トラップカードは多分止められないと思うので、デストイパッチワークはオッケー。デストイパッチワーク先打ちかな。一回先打ちを、デストイパッチワーク先打ちする。3号がちょっとめんどくせえんだよな。でデッキから手札に加える。で融合とエッジインプチェーンも手札に加えていく。あの伏せカードは何でもない。で封印の黄金室打つ。で封印の黄金室の効果によってゲームから除外していくのは、はい、演出どうぞ。美しいですね。でもちろんデスピアン、じゃあ悲劇のデスピアンで、悲劇のデスピアン除外された場合の効果を発動。これでドラマトゥルトゥルギア持ってくるか。ドラマトゥルトゥルギア持ってきて、モンスター効果どうせ無効にされるんで、まずは一旦数値融合。これ数値デストロイできんじゃん。これ数値デストロイじゃねえこれ、ディアボリックダッシュで数値デストロイ。はい、増殖する地のたまもの。はい、でですね、まあ、アレベラ召喚か。アレベラ召喚して、で、効果発動。まあ、これは止めてくんじゃねえかな、多分止めてくると思うんだよね、これ。止めてきて、はい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 、はい。止めてきて、これ、超融合引けてればね、一瞬で解決だったんだけどね。超融合が止められてれば、超融合が来てれば、一瞬で解決だったんだけど、まあ、しょうがねえや。でだな、とりあえず融合を発動するか。融合を発動して、融合は止めらんねえから、ほんでここでガーディアン決まりだじゃね。で、手札場のモンスターで融合を素材にして、ここはこうですね。エルチンプチェーン3100しかねえから、相手これね上から叩けるんですよ。ガーディアン決まりださん3300からですよ。打点がクソ高いですよねこれ。これがね、クソ強くてですね、こうなるわけですよ。で、はい。あ、でもそうか。まあでもどっちにしても、どっちにしても、あ、でも無効にする効果あと1回しかねえもんな。ガーディアンキマイラからの、エッジインプチェーンからの、デスピアのドラマトゥルギア、トゥルトゥルギアさんの効果発動していく。で、トゥルトゥルトゥルギアさんの効果発動していく。で、これまだ俺デスピアの効果使ってませんから。はい。で、こうして、デスピアのドラマトゥルギア特殊召喚からの、エッジインプ、あ、じゃあデストイパッチワーク持ってきて、で、さらにガーディアンキマラの効果で1枚破壊して、2枚ドローするっていう効果発動するけどいい？はい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 、まあ、ペガサスインセーバー使うしかない。オッケー。で、これで、デストロイフェニックスガイパイセンの効果は使っていない。セッティング。セッティング。で、デストロイフェニックスガイの効果発動。で、デストイパッチワークと、お前のモンスター、まあ、ライオホープレイを剥がしていく。オーケー、完璧や。どうや、この手数。これ出す必要ない。で、バトルフェーズ入りますか。バトルフェーズ入って、まあ、全員でもなんか勝ちやろ。これ、あの捨てカード何あれ、なんか、あれや、あの波紋のバレーとか言わないで。マスターピース、は、あ、なるほど。ホープエクシスモンスター。え、これ何出てくるのこれ。ホープ？ホープが出てくるのであれば、あの無効にすればいいですよね、これね。ドラマトゥルトゥルギアさんの。ドラマトゥルトゥルギアさんの効果によって無効にして、ホープダブル、ホープダブルか。無効か。ドラマトゥルギアの効果で無効にするしかないか。無効にする。あ、でもフリーチェーンか、これ。あ、これ出てきたモンスター無効でよかった。ちょ、ミスったわ。やべば、何出てくるの、これ。ホープダブル。の上に重ねてオーバーレイエクシーズ召喚。これ出てきたモンスター向こうでよかったな、これ。手数そこそこ多いな、君やるね。ガーディアンキマラとデスペニーとドラマトゥルギアの盤面を返そうとしてるのなかなかやるね。何出てくるのこれ。さあ、ホープダブルからの、ホープダブルの上に重ねてオーバーレイエクシーズ召喚、ホープドラグラン。いやー強えな、マジかー。いや、これ絶対ドラグラーの効果もこらったわ。いや、これミスったな。やべ。で、ドラグラー効果発動して、なんか出てくる。
でドラグナーで攻撃宣言ゼロにされる。でタイタニックギャラクシー、いや強っ、いや続けよう、待ってか、どうしたらいい、ドラグナーいると厳しいですねこれミスりましたね、ひらめいちゃったわ私。ちょっとこれまだエクシス的の最強かこのデッキで、ディンゲルス特殊、ほら墓地に送るぜ、選んで墓地に送るぜ、このディンゲルスパイセンとかいう最強モンスターは、ほらてめえのドラグナーをどっか行かしてもらうぜ、オッケーでだな、3300でぶん殴って、これでガンダムじゃねえか、これ融合モンスター縛りついてんの最強か、バトルフェイズ入ってだな、ガーディアンキマイラぶん殴りいけるな、でディンギルスぶん殴って ガンダム出していける、はい、オッケー、でディンギルスパーセントバゴン、オッケー、でメインスガンダム、おい大変身、オッケーオッケーオッケー、これでちゃんと妨害も残せた、オッケー、まぁ、あ、ちょっとデスに使っちゃったけど、まぁ、あ、しょうがない。で、やっぱもういい。で、エンド。さあ、かかってこいよ、かかってきやがれ、あ、あ、無理か。ダッシュ、2倍。あ、無理だね。今、ディアボを出してアナコンダできるかと思ったけど、無理だったな。多分な。アナコンディング、アナコンダ、素材ないもんな。素材がねえわ。素材がねえから次の超融合のため取っとこう。一応アナコンダは今後デスペアレッキだと超融合も打てるので、デスペにフュージョンデスティリーだけじゃなくて、はい、ディナイヤル、これダッシュディバインディアボディアボじゃなくて、なんかディアボディアボディナイヤルダッシュっていうパターンもありますね、デッキの中ね。そうすると一応ちょっと展開変わってくるんだけど、多分ディアボ使った後にディナイアル出してみたいなことできるから、2回目のそのフュージョンデスティニーでデストロイフェニックスが打ちやすくなると思うわ多分ね。だから、まあ、ディバインの2ドローの効果を捨てたら一応なんかちょっと展開がまた増えるみたいな感じなんで、まあ一長一短ですね正直。フュージョンデスティニーで何墓地に送る、いやこれディバインよりあれかな、あっちの方強いかもしれないね、ディナイアルの方がこのデッキは。で、ドワーフゴゴゴロム、これもうここでガンダムじゃね、これガンダムの代理セット効果使った方がいいんじゃね、いやもう得じゃねえだろ相手墓地から、死者蘇生とかやめてくれよ。で、あ、ネガロギアアーゼウスの効果発動、最強のディスペアモンスターなんで、まあ、とりあえず素材を、2個取り除きまして、はい、すべてのカード墓地送っていく。オッケー。よく仕事頑張ったぞ、ガーディアンキマイラさん。お前のおかげで相手の妨害踏めた。素晴らしい。で、俺のターン。オッケー。ドロー。5100。あとは5100出せばいいだけだな。ほんで、デストイパッチワーク発動。デストイパッチワークの効果によって、うららちゃん来た。うららちゃん来ましたか。やりますね。やりますね。まあじゃあアルベルを満を持して召喚して、あーディアモンもいる、でアルベル召喚で、アルベル効果そうで召喚成功時、デッキからマジックトラップカード1枚を手札に加えることができる、はい、で楽園劇場を発動で、楽園劇場の効果デスピアンのアルベルちゃんと悲劇ちゃんを融合素材にして墓地の食って、あ、ガーディアンキマイラさんも出せるんですね俺ね素晴らしいですね。いけー融合召喚、我々の格釈竜マスカレイト、さあ君のカードは全て商標登録しておいた、商標登録料を払え、そしてデスピアの同系アルベルを手札に加えていく、オーケー、そして攻撃表示連行バトルだぜ、うおーぬーオーケー素晴らしい、ガーディアンキマイラやっぱ強いわ、効果踏めるから相手の、はい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 、強そうですね、これは非常に強そうですね。楽園開幕の効果、まあ、一番辛いのはやっぱ増殖する G なので、まあ、増 G だけはまあちょっと止まらざるを得ないかなって感じですね。他だと意外となんとかなるかな、これコストどっちか迷うね、
まあさすがにチェーンかな。で、チェーンからのデスピアの道系アリベルを手札に加えて、特殊化しちゃって、で、アリベル特殊化成功時効果発動と、エッジンプチェーンの効果発動して、うららはこっちに当ててくれっていう話。さあ、どうする？エッジンプチェーンも無効にしてくるかな？あ、なんかあるね。あ、法要か！なるほど。法要は強いな。OK。で、アレベルは通んなかった。まあ、じゃあ、エッジインプチェーンの効果でデストイパッチワークというヤバすぎるカードを持ってくることができる。まあ、これが本当にね、強いと思ってるんですよ、僕は。まあ、このエッジインプチェーンのギミック入れてない方もいると思うんですけども、デスピアデッキ組むときにね。俺は、これがあることによって手数が増えると思ってるから、こっちは入れてんだけどね。どうなんだろうね。エッジインプチェーン俺強いと思うんだよね、めっちゃ。で、融合効果使って、闇属性用意できるし、1枚が2枚になってるからさ、普通にさ、常融合していくテーマだからさ、しかもこれ融合を採用することによってガーディアンキマイラの耐性がね、でかくなりますからね。で、デスピアンと、ドラマトルギア、これあれだったな、普通に特殊化して普通に召喚でよかったな、これデスピア。まあいいや。で、マスカレードを国競技表示で召喚して、でこれで、商標登録料を払わせていく。 OK。 で、デスピアンとドラマトゥルトゥルギアの効果によってドラマトゥルトゥルギアは特殊召喚できて、デスピアンで次のアレベルかな、次のアレベルな気がするな、これな。まあ、大体迷ったらアレベル食らっておけばいいんで、挨拶最後打って最後に挨拶打って、はい、ほんでこれですね。ああこれね。で、ダッシュディバインディアボ、ディバインディアボかな。いやこれむずいんだよな、結構これディナイアルの方が強いかもしんないね。なんかさ、このディバインの2ドローちょっと捨てがたいけどさ、そのディナイアルがあるとディアボ戻せるからもう一回打てるんだよな、フュージョンデスティニーをね。ちょっとむずいですこれ、結構割と。で、まあ、これでエンドか。商標登録おじさん最強で、エクサデッキから出てきたモンスター効果無効最強、デスフェニック破壊最強ですね。まあ、一応三妨害あります。三妨害っていうか、まあ、マスカレードは妨害として数えないかもしれないけど。まあでも融合モンスターは楽に開幕あるんで、はいはい。でダイナスラパンクのトップス君の効果で、まあでも融合モンスターは破壊耐性あるから、まあ、でも破壊するとしてもドラマトゥルギアとかですかね。多分融合モンスター選んじゃん。ああうまいね。なるほど。まあそれは破壊される普通に。オッケー。でパンクラバッカされる。パンクラトップスがとかいう最強モンスターでバッカされていく。はい。でエクレスユ。エクレスユ。まあ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 、エクレスユはいいでしょう。エクレスユで出てくるモンスターを無効にすればいいとかいう話がある。さあどうする？バクヤいいだろう。まあ、チューナー爆破して、チューナー爆発すればいいか。で、爆矢で効果発動して、あタイヤか、なるほど。タイヤ今原流族いないから、チューナータイヤ出しても多分ねコストがないんだよね、墓地の。だから多分大丈夫だから、まあ、チューナー出てくるんじゃん俺。まあ、チューナー爆破して、デストロイフェニックスがの効果、これはデスピアの道具でいいか。デスピアの道具破壊してでいいか。本当か？これあれじゃね？戻れないんだこれもう。これ勝負ケアできないな。一応あれだな、デスペニーでよかったの今の。これ勝負ケアできてない説。ワンチャン勝負出てくると戻される。これ自分でよかったね、デスペニー。あれ戻れないんだ、あそこのなんか選択。めんどくせえな。あそこキャンセル。なんか選択するところキャンセルさせていただきたかったな。で2体のモンスターで、あ流線尿、なるほど流線尿。あこれで強引にあれか、タイヤを蘇生するやつか。やばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、まあ、とりあえず商標登録はめっちゃしてるんで、利用料は払っていただくんですけど、いやこれやばいぞ。で流線尿は確かなんか電流族を蘇生できるっていう最強効果だった気がする。やばい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 、エクロレスやを墓地に送って、やばいなこれ、タイヤのコストがもういやあるぞ、まずいぞ。
パンチ新規とかできるぞ。もう手数はないぞこっちに。ちょっとデスペニーを戻すのだけやめてくれマジで頼む。でもショークの逆にいいか。でも妨害残んねえから相手のターンの。これこっからどういう展開してくんのこれ。この人たち八神器のどっち。超服関将、関将か。なるほど。なんかいや盾だったデスペニー。そしてこれこれ盾だったな。いやこれ楽園開幕ある場合はなんか強気の盾でいいかもしれないな。デスペニー強気の盾説結構ある。で関将でビッシュ、あ、いやタイヤでビッシュだか。オッケービッシュでは今使えない。でまあデスペニーは破壊されるがデスペニーの効果が発動してこれで次のターンで特殊召喚できるっていう効果を発動する。でアレベルの効果も発動していく。でアレベルで一応関将を無効にする。あんまり意味がないが関将の効果を無効にして特殊召喚できる。で一応アレベル蘇える。これは盾でいいな。流線量が1800だからこれ盾でいい。はい、これで暗転とかあんのかな。あーでも1枚あんのか2枚あんのか。なるほど強えな。その伏せ方ないや。ドロー。さあスタンバイフェーズ。いやデスフェニーは許されないといったところですねデスフェニーは許していただけない。はいはいはい、いいでしょう。でまあ、特殊化するのはディバインガイを特殊していく。はい、ディバイン特殊でディアボ、まあ、ディアボは使うか。ディアボ使ってディアボ効果でディアボ出す。これ数値デストロイできるね。これ数値デストロイできんじゃん。これデストロフェニックス一応2枚入ってるんですよこのデッキデストロフェニックス2枚入ってるんですよね。いやこれねこれねこうですね。でどうせ向こうにあっているが一応出しておく。このターンは効果を発動できないが出しておくことに意味がある。そしてだな、まあ、暗転は結構めんどくせえけど、まあ、暗転されてもね大丈夫か。デスペに破壊されたらまずいか。破壊されてるから。あーでも通る。なるほど暗転じゃねえのかなあれ。暗転だったらでもあれだよな、楽園劇場に売ってる説は結構あるんだよ。でだな、赤の楽園発動。これで墓地からドラマトゥルトゥルギアを回収して史上最強カードを特殊化していこう。フィールドのモンスターとティグダのモンスターを融合スワにして融合召喚していくぜ。そう最強モンスターをね、いくぜ。ドラマトゥルギア、チェーンでアルベル、まあ、どっちもいいけど融合召喚あらら、ガーディアンキマイラうおかっけそしてガーディアンキマイラの効果発動。さらにガーディアンキマイラの効果とドラマトゥルギアの効果も発動。このガーディアンキマイラがめっちゃ強くてさ、今1枚破壊と2枚ドローなんだよね。1枚破壊2枚ドロー、あのドラマトゥルギア出てくるやつで、マスカレード効果なんだ。あでもそうか、赤章の効果だ。ただ残念ながら1個言っていいか、ガーディアンキマイラは対象に取ることはできねえ。なんでかっていうとな、墓地に融合があるからね。ガーディアンキマイラさんは墓地に融合が存在する場合対象に取ることはできねえ残念ながらこいつが対象に取れない以上、君の効果でこのモンスターの効果が無効になることはないのだよ。残念でしたねこれが素融合が入っているガーディアンキマイラの強さだよ。さあ行け、ドラマトゥルキが来た。さあガーディアンキマイラでカードを2枚ドローして相手のカードを破壊していけ。その世界は何、法要使えばよかったんじゃないんですか。使えばよかったんじゃないんですか温存してるからそういうことになるんですよ。うおー最強強えこの盤面強すぎだろ、やば。ガーディアンキマイラとかいう神モンスターマジで世界変えてる。融合デッキのちょっとファーニマルデッキ次作るわ。なんかもう ここまで先行芸が加速するとさ、なんかあれだよね、異なるモンスター、名称が異なるモンスター3体みたいなさ、そのガーディアンキマイラの召喚条件でなんかそのあんまりなんか何の効果もないようなクソラカモンスターみたいなやつ出してほしいよね。なんかさその
超融合を引くとなんか相手の盤面を突破できるっていうことになるわけじゃないですか。あ、まあ、超融合を受けてるからそれ。なんかそのカード名が異なるモンスター3体みたいなさ、ガーディアンキマイラの条件でなんかそのわけのわからんなんかあのもうほんと打点とかクソでいいから、打点ゼロとかでいいから、もうもはやなんかそのバニラみたいなやつでいいから、条件がクソ緩い融合モンスターしてほしい。そしたら多分超融合1枚で相手の場面返せるから。ああ、こうやってね、恐竜最強天下みたいなことされるとね、先行多分これ7妨害ぐらいするんですよ多分相手。まあ、一応待ってみるけどいや勝てるわけないんだよな。恐竜さんはもうなんかほっとくとね、あの当たり前に7妨害ぐらい構えてきますからね。手札の枚数以上のね妨害数構えられてね、もう世界が終わるんですよね、これ完全に。まあ名誉結界派みたいなカードないと返せねえっていう、絶対。なんか恐竜さんかと思ったらさ、なんかドラゴンさん3体並んでるのやばくない？スターダストドラゴン3種類でどういうこと？何この不動優勢の大ファンみたいなデッキ、何これ。え、別にスターダストぐらい別にどうでもいいですけどね。究極進化薬は、なるほど、究極進化薬、はい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 、なるほどですね。で、究極進化薬で何が出てくるのか、アルティメントこんなにさせるのかなんか出るのか、これオーバーセックスか、なるほど。魔法か、あー魔法トラップの向こうね。いや、これ金玉欲しかった人生でしたね。で、3枚セットエンド、はあ、なるほど、なるほど、わからん。なんでスターラス伸ばした、ちょっとなんか途中全然見てなかったけど、あーそういうこと、なるほど。あ、なるほど、あーなるほど、なるほどですね。ちょっと楽園開幕はどうですか。開幕したいんだけど、なんかある、開幕はしたいんだけどなんかありますか。で、おばてで無効にしてくるんだ、はいはいはい、おばてで無効にしてくる、なるほど。これはえ、これ墓穴でなんとかなんないかな、これ墓穴でなんとかなんないかな、え、これ、え、その最後の癖何、これ、ちょっとなんかやばいことしようとしてないこの人、え。え、やば、これスラバス3体出てくんのこれ。やば、スターダストドラゴンスラッシュバスターローヤル加工かっけえ。これは何でも効果を無効にできる最強モンスター、まずいぞおい、やばいことが起きてる。スターダストドラゴンスラッシュバスター3ってのは聞いてない、やっば、何この最強デッキ。パッチワーク発動で、パッチワーク発動で、パッチワーク発動で、それは無効にしてこない、なるほど。一回ここと、これを持ってきます。で、封印の黄金室発動は、ですよね、ですよね、ですよね、墓穴は、墓穴は、ですよね、ですよね、いや、毎ターン3妨害は超えられないって。